こんにちは、こんばんは、やさまるです。今回はマシンゼウス降臨壊滅級にサバカとイルムパーティーで挑戦したいと思います。とりあえず入ろう。検索。OK かな。こんな感じでございます。ちょっと継承も見ましょうか。今、テクダンの経験値が4倍かな一部来てるので、かなり美味しいので、ちょっとやっていきたいと思います。で、継承が小太郎に言うなはね、闘技場のヘラ対策でつけたので、これはまあ別にいいとして、孫悟空に覚醒通る。まあ、通るじゃなくてもエンハンスかなつけるとマシンゼウスで落ちコンが来なくても大丈夫なので、つけてます。で、半蔵にね、挑戦をつけてるんですけど、先日のゴッドベースで、ちょっとね、お外に行ってて、動画撮れなかったんですけど、5、6回ぐらいだったかな引いて、対象がね、出てこなかったんですよ。一体も。それで何これみたいな、4倍なんだよねとかって言ってて、最後の最後に挑戦がね来てくれたので、ロック解除と操作延長かなでございます。で、イルムサバカのイルムにクイックキュア、これは必須かな、あった方がいいっていうか必須だったと思います。で、ゼケラには、遅延耐性として適当につけてます。それかこのスキブの数だと17か18あるのかなだと、遅延耐性1個つけてればボス戦で打てるかな。じゃあいきましょう。さっき作った感じなんで、さっきちょっと考えて作って何回かやって普通にクリアできたから、じゃあやろうって感じですかね。いやでもね、正直本当に美味しい。4倍がね、サバカのランクがね、ここインドラ使います。サバカのランクがいくつくらいかな、400いくつかななんですけど、ね、上がり続ける。本当にもちろん下がることはもちろんないんだけど、上がり続けてもうスタミナがなくならない、嬉しいことなんだけどね。とりあえずマシンゼウスのスキルも作りながらランク上げもちょっとしてるって感じかな。メインの今600いくつでさえ上がり続けるからね。で、ここが、インドラが効いてるので、じゃ次もねインドラ効いててありがたいので、で次がね2ターンかな、耐久っていうか普通にパズルするので、欠損は気にしなくていいかな。ありがとうございます。半蔵がいると思うんですけど、見た目の問題でティバにしてたんですよ最初。だけどティバだとスキブがね1個少なくて、ゼケラに遅延耐性を1個つけた上で適当に継承させないとダメだったんで、それが遅延耐性2個つけるかだったので、で遅延耐性はまあつけたくないと思うんですよ。もったいないからね。なんで、スキブが1個増える半蔵にしたよと。あとドラゴンキラーがねかなりいいかな。ちょっと待って、すげえずれてるけどOK ですね。光落ちてこないでね。OK。で、ここがね、小太郎のね、マシンと体力キラーはもうドハマりなんだけど、意外とね、ドラゴンも多いから、結構多いんですよね。危ねえ、ちょっとずれてたけど。欠損はしてるか、まあこれぐらいなら大丈夫かな。基本は欠損はしないだろうっていうふうに思ってます。基本はね、やっぱり回復が降ってこない分欠損しにくいかなと思ってます。それもしょうがないんでサリア打って、ここドラゴンとマシンで、キラが通るので、余裕だね。うん。多分余裕だと思う。うん。ちょっと怖かったけどね、今。で、ここもね、マシンとドラゴン。なので、ドラゴンキラーが刺さるのかな。で、ここで、クイックキュアを打ってあげて、で、あれだ。ここでね、サリアをね、1個打つと、あれかな、ゼケラがボスで打てるんだけど、まあ打たなくていいでしょう。いや、打ちましょう。これ打つとヘイストして、いけるかな。パズル1回することによって1個溜まります。そうだね、1個溜まって、で次の子がね最大3ターン遅延してくるので、であれかな、スキルちょっとちゃんと言えてないけど、アシストしてるやつが1ターン分溜まってるので2ターン遅延になるのかな、最大受けても。で2ターン遅延ならボス戦で溜まるのでっていう感じでございます。言えてるかな。言えてたら OK なんですけど、あ、いけないことしましたいけないことしちゃったわ。ここちょっと危なくて、本当だったら回復残しておきたいんですけど、あれなんだよね。 OK だね。ディアディムのところかな。でお邪魔ドロップを小太郎が弾いちゃう場合があるんですよ。で盤面にお邪魔ドロップがないと先制のダメージかなになっちゃったりして、ちょっと危なかったりするので、これは欠損はしてないね。ちょっと倒せるかどうか不安なんだけど、まあ、倒せるでしょう。とりあえずちょっと使っておきます。ここはね4つ消し組めてないとちょっと怖いところはあるんだけど、大丈夫だね。キラーがいいね。メカニトロン食らいます。今メカニトロンじゃないかもしれないけど、でここでね盤面にお邪魔ドロップがないとあれなので、でサリアで回復するのが安心かな。でイルムはこれ絶対欠損させないので、そう、イルムはね信じれば作ってくれるので、でパズルします。でこれもドラゴンとマシンがあるので、こちらとドラゴンかな、キレイが刺さるので大丈夫と。いやー強いねイルムで。と最後パスして、パスゼヘラ、パスドンでいきましょう。パスしてちょっとね欠損が1回あったけど、まあそれぐらいならね対応できるので、ゼヘラ打ってパスして。いや挑戦は本当にありがたいね。挑戦いきます。明月の昇華でいいのかな。覚醒ドールは絶対打ってください。忘れます忘れて負けたことがあるからね。5 2 4 5 12個あるか。 OKOK できます。で操作時間延長がねここで上書きできるので、だから安心。あら OK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  ちょっとビクったけど、これで落ち込んこなくても大丈夫かな。トール使い忘れてギリギリ残っちゃった時あったんですよ。あれみたいなことがあったので、まあ、エンハンスはあった方が安心だと思います。 OK かなって。こんな感じでもうずっとねランクが上がっちゃうから、メインだと何回かね、これだと2回いったらランク上がるかな。でサブはまたランクが上がって、今にランク2上がりましたね。でもう1回いったら上がりそうなので、経験値ってマシンキャラが一番良かったのかな。まあでも大体どこもねかなりいいと思うので、自分が一番回りやすいところを回って、まあ、闘技場だったら P 集めながらランク上げもするっていうのでねできるので、かなり美味しいと思うので、そうだね。とりあえず先ほども言ったと思うんですが、とりあえずマシンゼースのスキルマを目指しながらランク上げも頑張っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。